23年、10月28日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。明日ですね、いよいよ、20日市議会議員選挙、補欠選挙がね、執行されます。正義感、行動力あふれる保育士、村田博明さんをぜひ、20日市議会に送りたいと、思います。村田さんはね、非常に若いんですけれどもね、保育園で、私立の保育園に勤めておられましてね、不当解雇を受けましたけれどもね、お一人でね、弁護士を立てずに、裁判、戦いまして、勝ち取り、勝利という事実上の勝利をね、勝ち取られました。本当にね、素晴らしい、行動力です。そしてね、やっぱりそのね、自分がね、その救われたっていうかな、だけではダメだと。やっぱりこういうね、保育のね、現場、これ改善していかなあかんと、いうことでね、今回ね、選挙にね、立候補されているということがね、でね、本当にね、素晴らしいね、行動力であるというふうにね、思います。こういう方をね、ぜひね、20日市議会に送っていってね、20日市からね、日付も変えていくと、いうことがね、大事であるというふうに思う次第でございます。今の20日市でね、市長選挙の方はね、無投票になっちゃいましたけどね、問題はたくさんあります。結構ね、税収もね、協定なんかがね、儲かっててね、実はね、協定なんか好調でね、収入の財政も結構潤ってんですけどもね、やっぱり一方でね、なんていうかな、じゃそれをちゃんとね、教育とかね、福祉とかね、子育て、そういったところちゃんとね、使ってるかと、ね、市民が食わせやすい政治に使ってるかというと、また、ね、これも別問題だしね、今年のね、広島サミットにおいてはね、法的な根拠もなくね、宮島に、行けないという、行かせないというかね、法的な根拠は全くないんですよ。いかにもね、行っちゃいけないみたいなね、雰囲気を醸し出すと。いうことはね、やっぱり外務省とかね、広島県とかとね、実は共謀してだともね、今の松本市政です。市長選挙の方はね、全然ね、無投票でありましたけどもね、本当ね、市長に対してもね、ガツンと物申すね、くれであろう村田博明をね、ぜひね、20日市議会でね、送って、20日市民の皆さんもね、送っていただければね、幸いであります。そして、イスラエルはね、ガザ、地上への侵攻をね、侵略を部分的に開始しているという状況です。まさにこれは侵略ですよ、完全にね。ガザに対するね、限定的な地上戦とはいえ、ね、これ侵略です。で、国連総会ではね、今朝のね、日本時間今朝のね、今朝の国連総会でね、アラブではどちらかというとね、イスラエルはね、米国寄りのね、立憲君主制国家のヨルダンが提出したね、休戦決議もね、米国が反対ということで、可決はされたんですけどね、米国は反対と、いうことです。そんなね、米国のね、姿勢がね、結局ね、イスラエルをね、突き荒らして暴走させると、いう状況です。なんぼね、そりゃね、アメリカがね、イスラエル寄りだからと言ったってね、物の限度というものがありますよ。ね。それはやっぱりね、あんまりもイスラエルがひどいことをしている場合にはね、例えばね、反対までせずに、あえて棄権すると。イギリスとかね、日本はね、棄権というところにやって、これもね、洞が通るよねを決め込んでるというのもね、イギリス、日本あたりはね、そうなんですけどね。せめてね、アメリカが、米国がね、それぐらいのね、姿勢を示せばね、イスラエルもね、チートはね、考え直す可能性出てきますけどね。ほんと、べったりで行くってことはね、ほんとイスラエルに突き上がらせ、暴走させるということになりますしね。そんなね、米国中心のね、やっぱり G7 広島サミット、それをね、広島で、開いてね、あれがたがるというかな、何かで、ね、核兵器ね、廃絶に、ね、前進すると思い込んでたということがね、やっぱりね、人たちが、もうね、やっぱこれは、ね、少しね、反省していただきたいな、ということもね、思う次第でございます。ぜひね、皆さん、この広島からね、ガザ、虐殺反対、そしてね、即時停戦、そしてパレスチナに平和ということでね、声をね、上げていきましょう。
ね、ほんとね、一度ね、やっぱりこの地上戦本格的に突入すれば、動くものが全て敵に見え出す。誤射、誤爆。ね、ほんと悲惨なことになる。やっぱり一度こういうね、ことが起きちゃうとね、やっぱりその、ハードルが下がってきてね、やっぱり武力行使というか、そういう戦争へのハードルも下がってきてね、やっぱりまたね、そういう泥沼の戦争が各地で起きていくということにもなりかねません。うん。まあ、それで儲かる人たちがいるっていうのはね、ああいう人もいますけどね、もうやっぱりね、ダメですよ、やっぱり。ね、戦争してる場合じゃありません。人類はね、異常なね、異常気象とか、ね、まあ、気候変動ね、そういった問題、環境悪化、貧困の問題、そっちにちゃんとね、取り組んでいく、災害対策、取り組んでいくべきな時ですよ。ね、本当ね、パレスチナに平和を即時停戦、ということでね、皆さん、共にね、頑張って参りましょう。そしてね、繰り返します。正義感、行動力あふれる保育士、村田博明、ぜひ、20日市議会、無所属の村田博明、よろしくお願い申し上げまして、私のお話を終わらせていただきます。最後まで、ご清聴ありがとうございました。